ルヴァンスレーブは日本の競争は主な勝倉は2017年の全日本2歳、優秀。2018年のジャパンダートダービー、マイルチャンピオンシップ南部杯、チャンピオンズカップ。2018年の JRA 賞最優秀、ダートホースで、同年のナーグランプリダートグレード競争特別賞を受賞した。場名の意味はフランス語で、風立ちぬ。 2017年8月13日新潟ダート1800メートルの新馬戦で一番人気で出走。スタートで出遅れたものの交渉面で押し上げ、3コーナーで一気に先頭に立つと後続を引き離し、ビッグスモーキーに7馬身をつけて圧勝、デビュー戦を飾る。10月14日東京のプラタナス賞は、集団待機から直線で楽に先頭に立つと、ソリストサンダーに2馬身半差をつけて、 デビューに連勝となる。そして12月13日川崎の全日本2歳優秀は、最後片追走から3コーナー付近でスパートし、直線半ばで先頭に立つと外から追い上げた、ドンフォルティスの追撃を振り切り、無敗で J ブニー初制覇を挙げた。4月1日、中山の伏良ステークスから始動。ミルコデムーロが、同日の阪神で帰場するため、 内田博之に乗り換わってのレースとなったが、粘るドンフォルティスを差し切れずに着となった。続く6月17日東京のユニコーンステークスには、ドンフォルティスが出走しないこともあって前走に引き続き一番人気に押され、直線で先頭に抜け出すと後続に0.6秒差をつける圧勝を飾った。その後7月11日多いのジャパンダートダービーに出走し、最後の直線で大外から、 先行集団を差し切って優勝。史上初めて全日本2歳優勝、ユニコーン S ジャパンディーダービーの3競争を制覇した。自走は10月8日森岡のマイルチャンピオンシップ南部杯に参戦。初のコバとの対戦となったが、前走で2着に破ったオメガパフュームがシリウスステークスに勝利、ユニコーンステークスで本場につく2番人気だったグリムが、 白山大将天を圧勝するなど、すでに同世代の馬たちが、小場相手に重賞を勝利していることもあり、GI、JP24 カチ馬ゴールドドリームから、僅差の2番人気に押された。レースでは、ゴールドドリームと並ぶような形で中段から競馬を進め、直線で先頭に立つと、後続の追走を振り切り、三歳馬として、史上初めて同競争を制覇した。 12月2日中京のチャンピオンズカップでは、出走を予定していたゴールドドリームが直前で筋肉痛により回避したため、単勝オッズ1.9倍の圧倒的支持を受けた。これまでの中団対気策から一転して先行し、逃げたアンジュデジールを2番手から追走。直線半ばで先頭に並びかけるとそのまま後続を突き放し、黒船、金引き入り、 アロンライトに次ぐ史上4頭目の3歳馬による同競争制覇を達成した。また、3歳でのコバコン号 GI、J ープニー2章は、待機シャトルとシンボリクリス S に並ぶ快挙となった。この年は、GI、J ープニー3章の成績を収め、2018年度、JRA 賞では276票中に74票で、JRA 賞最優秀ダートホースに選出された。 また、JRA 賞最優秀3歳母バの投票においても、有馬記念を買った、ブラストワンピース、ダービーバワグネリアンに次ぐ69票の支持を集めた。2月17日東京のフェブラリーステークスからの指導を予定していたが、左前足に軽度の不安を発症したため回避、合わせてドバイワールドカップへの登録も見送った。 その後は6月26日大井の帝王賞での復帰が発表されていたが、再び左前足に不安を発症したため回避。上半期は全休となった。その後も休養は長引き、2019年を未出走で終える。5月5日船橋の柏記念で1年5ヶ月ぶりに復帰し、当年度のフェブラリーステークス優勝はモズアスコットと人気を分け合う2番人気に押された。 7頭立てとなったレースではスタートで出遅れたものの2番手まで位置を押し上げ、逃げるワイドファラオを追走したが、最後の直線で後退し5着に敗退。安状のデムーロは1年後1ヶ月ぶりということで、四角ではバテていました。ただ、馬の状態、走りは良かったので次は楽しみとコメントした。自走は6月24日大井の帝王賞に出走。 デムーロがオメガパフュームに帰乗するためダミアンレーンを安城に迎えての出走となった。4番人気に押されたレースではクリソベリルの後ろに位置を取ったが直線で失速し10着に敗れた。帝王賞後は追い分けファームリリーバレーで秋へ向けた調整がなされていたが8月17日に本来のパフォーマンスを取り戻すのは難しいとして現役引退が発表された。 引退後は、ヤシロ大スタリオンステーションで、種ボバ入りする。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。おばに、クイーンショーカチューマーアイアンテーラー、いとこに JBC クラシック、川崎記念、チャンピオンズカップ優勝馬、チューワウィザード、三大母の判定に重賞4カチューマー、ローゼンカバリー。シログループの名品系であるファン系に属し、 同じ、メス系からは、アドマイアマックスや、ラインクラフト、ソング・オブ・インドなど活躍場が多数排出されている。また、いとこにはニコニコ動画の企画、リアルダービースタリオンにて、繁殖品場として強要されている、シュシュブリーズがいる。当日の阪神メイン競争は、大阪杯で、デムーロは、スワーブリチャードに騎乗し優勝している。ありがとうございます。